久保さん。いやー、SEO タイトルバッチシーじゃないですか。<laughs> なんか。いいっすね、出会い系サイト。まあ、今回は、じゃあ、久保さんの逆を行きましょうか。究極の別れサイト <laughs>。究極の別れサイトってよくないですか別 <laughs> れ屋とかあるじゃないですか、確か。なんか、え、映画でもあってな気がするな。別れ、させ屋みたいな。うん。で、ま、あ僕とかは、あのー、特に、 あの、この前も動画撮ったんですけど、あの、チャンネル登録解除してくださいみたいなね <laughs>。もうわざと解除させるっていうね <laughs>、うん。で、どん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 濃くしていくっていうのでやってるんで、まあ、他の YouTuber の人はね、グッドバット押してね、えー、コメントしてね、チャンネル登録してねってみんなテンプレートのごとく言いますけど、もう全く言わない。言うとするならば、あのー、何、ね、LINE は登録しろとは言うけども <laughs>、チャンネルは解除しろっていうね <laughs>。そう。 で僕がこの,このスタイルであの思ったことをやって思ったことを感じたことを実際経験したことで何かっていうと自分の本当のファンの人と、えー、なんだ僕を好きって言ってくれる人と交流ができるつまり人生がめちゃめちゃ楽しくなるってことです吉ンさんのこと好きですっていう人だけとつるむんで 楽しいですよね。で、なんで人生が楽しくないのかっていうと、その、一緒にいてても、つまんない人と仕事するからつまんないんですよ。例えば、ちっちゃい頃ね、例えば鬼ごっことか、なんかかくれんぼとか、いろんななんかやったと思うんですけど、じゃあその時に気が合わない人っていると思うんですよ。じゃあ気が合わない人と、じゃあそういう遊びをする時って、絶対気が合わないんで気を使いますよね。もう一度言いますね。気が合わないから気を使うんですよ。 でこの気を使うことによってパワーをが失われるんですよ、気を使ってるんでね。だけど、気が合うんで相乗効果しかないんですよ。気が合う仲間としかね、つるまないんで、もうどんどん上昇していくっていう。これ、人生をよりよく楽しく生きる一つの方法かなと僕は思います。多くの人は気を使って生きてるので、あのストレス社会って言われてるし、それはストレス社会になりますよね。だから気使ってるんだから。 自分が持ってる気を使ってんだから、それは自分に気がなくなりますよね。だけど、気が合う人とつるんでるんで、もう気が上昇するしかないですよ。高め合っていく。久保さんとは気が合うので、気が合うからこそ、この億万長者シリーズが、まあ一生なくならないっていう <laughs>。一生相乗効果でずっと続くっていう。なぜならば気が合うんで。マイナスがないんで。すごくないですかだから、あのー、 より多くの人に見てもらうよりかは気が合う人をどれだけ集められるのかっていうところが人生を本当に自由に生きていく一つのコツかなっていういろんな人大量に集めると絶対合わない人も出てくるんでじゃあ合わない人と合わせないといけないから気を使うますよねうんより自分を自由に僕は自由っていうものがもう主なんで自分がどう自由に生きるか で自分が自由に生きることによって自由に発信ができる。で自由に発信ができることによってそのコンテンツが面白くなる。つまり、主は自分が自由であること。これを守る。絶対的に守っていく。自分が自由ってことでこの自由を守れば守るほど、なんか自由に発信できるし、なんだろうな。そ,それに興味ある。自由に発信したものに興味ある人が寄ってくるので、えー、なんだ、濃い人が集まってくるってことですね。うん だから僕がこの前ね、さっきコンサルしてたんですけど、この前おでん食いながら動画撮ってたんですけど、そのおでん、その動画を見てくれたみたいで、パクってもらってね、自分もその人もおでん食ってね、動画撮ってまして、<laughs> 見ましたよ、みたいなね。おでんつながり。まさかのおでん、ただ食うつながりみたいなね。なかなかファンキーだなと思いましたけどね。うん そうすると人生は面白くなると思いますけどね。人生辛い理由っていうのは気を使わないといけない人生を送ってるほとんどの人がね。でも気を使わないと社,社会では生きていけないってことですよね。会社でセリが合わなくても気を合わせないと、気を使わないと、あのー、リストラになりますよね。いや、あの上司嫌いなんで変えてくださいみたいなね。気が合わないんでもう気使うし嫌なんです。変えてください。 毎回言ってたら多分首ですよね。<laughs> そうまあ、そんな感じですね。いってらっしゃい。